じゃん、新しいねドラゴンボールヒーローズカードグミ見つけちゃったぜ。前のねやつはね、あれコンプできなかったんだけど、今回コンプしたよね。これね、孫悟空バーダック、バーダック欲しい、マジでバーダック。多分星ついてるやつがレアなんだよねこれ多分。うん、ベジータ、俺の大好きなベジータ、我らがベジータ。いやベジータマジ超好きなんだよ、ほんとベジータ大好き。これもレアだからね、これも欲しいね。レアカードなんだろうね。あ、レアカード星ついてんのがあれだわ、光ってるやつだ。でレアカードで光ってるやつもあるわけだ。マジブモシセル、まさかのセル、みんな見てくれ、セルがいるぞ。フリーザ、フリーザ欲しいな。セルとフリーザ、クーラーいないんだ。クーラーも欲しかったな。ボージャックとかさ、ヒルデガンとか、これ見てくれ。これはミラバト、ミラクルバトルカードだ、そのカードなんだけど、セル見てくれ、完全体セル。いやーいいなこれ、マジかっけえよセル。もうかっこよすぎて投げてくるっていうね。このセルはこっちに置いといて、でミラバトだけれども、でヒーローズのカードはねこんなもんかな。ベジータ、ベジータベビー、いやーベジータかっけえなマジで、ほんとベジータかっけえ。ビッグバンアタック、ビッグバンアタック、ベジータベビー、ベジータベートベビーね。で悟空とかね、いろいろいるんだ。ウーブとかもいるしね。そうそうそう、これもヒーローズだね。そうこれもヒーロー、ターレス38着とかね、いろいろいて、他にもあるんだけど、かぶったやつなんだけど、どっか行っちゃったんだよね。どこしまったっけな、まあいいや。でこれね見て、映画のさ、あのポカリまみれになったやつ、まあなんとかね復活した。大丈夫でしょ、こんだけ復活すれば多分。ほらなんかね、結構ねあの本に挟んでさ置いといたらさ、結構まっすぐに乾いたわ。よかった。まあちょっとしなってんだけど、やっぱりまあしょうがない。うん、でもこんだけ復活すれば OK でしょっていうことで、ね、いやビルス、ビルスかっこいいな。ビルスさ、あのトバル2に出てくる皇帝みたいだよね、あのちっちゃいやつ、ウサギみたいなやつ、すげえ似てない、トバル2の。あ、つうかトバル2知らないかなみんな俺昔超やってたんだけどね。ということで早速あげようか、レアカードを狙いね、レアカードを狙いつつセルを狙う。まあ一番はセルだね、セル、ベジータ、レアカードっていう順番で当てたい。一発目頼む、セル出てくれ。ダラーン、おっクリリンだ、クリリン、カメアメハ、やべえめっちゃ嬉しい。仲間へのエール、応援なんだねこいつはやばま、脇役なんだ。幼い頃から修行を共にした悟空と一番の親友であり、数多くの戦いを経験した地球人としては最強の武闘家だ。やっぱミスターサタンよりか強いよな、やっぱクリリンの方がね。あ、クリリン地球人でカメハメハ撃ってんだもんね。全然サタンよりか強いじゃんクリリン。いやクリリン懐かしいな、こいつ超好きだったなクリリン。最初の一番さ、ちっさい頃のさ修行のところ、おーおお懐かしい懐かしいぞこのグミ。うわこれ後でゆっくり食べよう。うわいいね、超、いや楽しみこれ。おバータック出てるし、なんで出てんだ、楽しみなくなっちゃった。出てた、バータック出てた。え、これ孫悟空か、3なんだね、3の。3もかっこいいよね。来たフリーザ見てくれ、なんでこれさキラじゃないの、デスビーム、卑劣な攻撃、やっと、めっちゃかっけえフリーザ最終形態。でもね俺2形態目が好きなんだよフリーザ、2形態目でかくなるやつ、あれが一番好き。2形態、3形態目はなんかねエイリアンみたいなんだよね。でも4形態目、まあフリーザといえばやっぱこれだよね。うん、やっぱフリーザといえばもうこれのイメージがあるけど、俺2形態目が一番好きなんだよ。うん、これが最終形態、いいね。フリーザゲット、やったぜ、見てくれ夢のコラボ、セルとフリーザ。いやこれ頼む、セル出てくれ、セル出てくれ、今回ねセル出てくれ、頼むぞセル、欲しかった急に。カメ頼んで、セル、セル出てくれよセル、いきます。なんでしょうかね、ザフリーザ2回連続フリーザ様出た、いやいいねフリーザ様、いやいいなフリーザ様。ちょっと待ってよフリーザ様、見てくれザンフリーザ様、フリーザ様の登場です、フリーザ様いいねフリーザ様の登場です。いやフリーザいいね、あとセルでしょ、あとね2つあるから、そのうちの1つがねこのセルが出てくれればもうバッチ
バッチオッケー、頼むぞセル出てくれ、頼むぞセル、念じろ、これはセルだ、ダンダンダラン、ピッコロさんだ激烈コーナー。いやでもピッコロも好きだからね、鋼の精神いいね、鋼の精神だからね。ナメック星出身ではあるが、常に悟空と共に地球を守るため強敵を相手に戦ってきた一戦級の戦士だ。ピッコロさん、マガンコソッポー、いいね、マジュニア懐かしいな。やばいぞ、みんなセル出ないか、これ今回セル出ないか、頼むぜセル出てくれよ。いやでもね、俺もうねミラバトでセルゲットしてるからね、マジでこの心の余裕半端ねえ、プライスです。ということで、ね、セル降臨、セル降臨、ダン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 、ズレーみんな見てくれ、やべえ心臓止まった、やばい時止まった、ザワールドった、今ザワールド、ザワールドった、やっべめっちゃかっけえ、見てくれこのフォルム、やっぱセルでしょ、いやもうセルだわ、やべえ、クリティカルドレインアビリティね、うわ人造人間17号と18号を吸収した究極生命体、強いものと戦うことだけを望んでいる、もうセルの名言ね、やっぱり戦いは実力が同じぐらいじゃないとつまらんなって言うんだよ、もうこいつね、もう戦いが大好きなのよ、実力が同じもの同士の戦いじゃつまんねえとか言い始めて、そう悟空もね、俺らもそう思う、あそこかっけえな、もう痺れるもん、あそこ読んだ瞬間、いやいいね、フリーザとセル欲しいの2枚揃ったぞ、あとはベジータだ、ベジータとレアカードをゲットしたい、まあ、全部揃えたいけどね、これはマジで、やったぜやったぜセル、ダブルセル見てくれ、ダブルセル、いやでもこっちのセルの方がかっこいいな、光ってるからね、これを手に入れるために俺は頑張ったぜ、回しに回したぜ、回しに回して回したぜ、ちょっとセル、いやいいね、やったぜセルゲットです、嬉しい嬉しい、嬉しすぎるセル、これはもう俺の宝物でしょ、俺の宝物に、これはもうやっぱセルでしょ、ヒデデガーンとかもないのかな、ヒーローズのカードで、ザンセルザンセル、やべえめっちゃ嬉しい、いやつことで今回はね、このフリーザ2枚にピッコロさんでしょ、でクリニンにで我らがセルです、セルゲットできました、やったぜ、また次回ね、見つけたら買ってくるんで、次回はねベジータレア、あと魔人ブーも欲しいね、魔人ブーゼンって書いてある、あでも悪の俺魔人ブーのが好きなんだよな、ゼンってあの太っちょの方でしょ、太っちょの方じゃなくてね、あの悪の方の魔人ブーが好きなんだよな、うん、あとバタックも欲しいね、ということでまた次回違うカードでお会いしましょう、今回セルゲットやべえな、マジで嬉しい、これ出だしいいぞ、今回出だし最高、フリーザとねセルゲットだからね、うん、しゃということでまた次回違うカードでお会いしましょう、フリーザバイバイ、いいね、フリーザ。いかそう。